旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。この通知を総務省へ送り、それに記載された仕事を各部門に手配するよう言ってちょうだい。それと回答祭ではやるべきことがたくさんあるけれど、どんな些細なことでもきちんとやり遂げるのが大切だと伝えておいて。涼子遊びに来たぜ。賓客の来訪を邪魔だなんて言うわけないわ。その様子だとリーウへの回答祭に来たのかしら。おう、涼子は今年の回答祭で何をやってるんだ。相変わらずいろいろな雑務よ。そうだわ、今年は総務省が花火大会を企画したの。ぜひ見に来てちょうだい。回答祭ではこれまで名称の灯火を空に放つことが祭りの中心だったけれど、ここ最近リーウェでは様々なことが起こったから、人々にはぬくもりと団らんが必要だと思うの。だからせめて今年はもっと特別な、一人一人に寄り添える形で祝うことにしたわ。花火をリーウェ各地まで送り届け、時間を見計らって一斉に点火すれば、燃えるような光と熱が人々の気持ちを結ぶ。それが総務省の決定よ。花火？それなら別のところでも見たことがあるぜ。リーユへの花火は何か特別なところとかあるのか？花火というのはもともとリーユへのとある発明によるものなの。リーウェの先祖たちが初めて花火を作った時、それを爆竹と名付けたわ。強い光と大きな音を発するから、毒蛇や獣を追い払ったり、周囲への警告に使ったりすることができたのよ。昔の人々はみんな外で農作業をしていたから、連絡を取り合うのに不便していた。だから爆竹の大きな音は必要時の伝達手段として使われていたの。リーウェ港が正式に開港した後は人々の生活も良くなり、百里も離れた場所で農業をしたりする必要がなくなったわ。次第に爆竹に頼らなくなっていったというわけね。けれど爆竹を使って開墾に励んだ先祖たちの精神は風習として人々に受け継がれた。だから爆竹は花火の前身なの。爆竹を改良したものを回答祭期間中に放つことで、私たちは先祖たちのたくましき精神を称えているのよ。すごい、リーユへのものって歴史が深いんだな。あなたたちももう慣れているでしょ。歴史が古ければ古いほど、その土地にある一つ一つのものが持つ価値は高くなる。それがリーウェよ。花火に関する事務は国政に任せているわ。もし興味があるのなら、私と一緒に彼女を訪ねてみましょう。いざ。花火の設置場所をもっと増やさないといけないわね。城内だけでなく全面的に考えないと。警察層の人々も回答祭を過ごすのよ。しかし国政様、そうすると予算が。
予算というのは何かをうまくやるための最も適切な費用のことよ。もし今の予算では適切に処理できないと思うのなら、総務省に申請をしてもう一度算定してもらうよう頼みなさい。我々の目的は回答祭の開催を成功させること。予算はそれをよりうまく計画するためのものよ。本末転倒になってはいけないわ。あ、かしこまりました、国政様。ええ、それと安全は第一に確保しておきなさい。あら、行幸と旅人、君たちが来るなんて珍しいわね。旅人は回答祭に参加しに来たの？ちょうどあと少しで準備が終わるところよ。花火の設置場所の見直し、それと関連施設の確認よ。日常の仕事と大差ないものね。正直それらの仕事は部下に任せても構わないものだと思うけれど、あなたもう何日も忙しくしているし、そろそろ休んだ方がいいんじゃないかしら。些細なことよ、これくらい何ともないわ。宝義、悪いけど新しい計画を作って、それを署名にまとめて総務省に提出してちょうだい。私は城内に行って花火の設置場所の状況を確認してくる。また後で戻ってくるから。旅人、君は大切なお客様だし、今はちょうど仮設でもある。城内に残って祭りの雰囲気を存分に楽しんでいってね。講義、さっき言ったこと全部覚えたかしら？はい、全て承知しました。ならいいわ。行幸、旅人、私は先に失礼するわね。行幸様、それにそちらの旅人さん、私もこれで失礼します。国政様から数々の計画を任されましたので、もう一度新しい計画書を作成する必要が、急がなければ。あ、危うく忘れるところでした。旅人さん、ここに花火の筒があります。あなたが興味を持つかもしれないので、会った時に渡すよう国政様に言われていたのです。手先が器用な方ならこれを使って自分だけの花火を作れるはず。もし時間がありましたらぜひお試しください。おいら全然話に入れなかったじ。いや、話に入る勇気がなかったって言った方が正しいな。お前もそう思うよな。国政の気迫が前よりも増してる。それに以前よりも忙しそうだ。なんでだろう。仙人がリーウェコーの統治を人々に任せるようになってから、民を導く責任は我々七聖が受け持っているの。私たちは様々な領域の重要な仕事を引き継ぎ、それを適切に処理している。とは言っても全てを自分で行うのはやっぱり大変なことね。今まで回答祭関連の事務は広州が担当していたの。でも彼女の父が高齢なため、今年は他の部門へ移動してね。だから回答祭の仕事が私と国政のところにまで来たというわけ。私が責任者を担当し、人々が待ち望む花火大会を国政が担当しているわ。これは非常に重要なことだから、最も信頼できる人に託すべきだと思ったの。国政は自分自身に厳しく、仕事に対する熱意も持っているから最適な人選ね。確かにすごく厳しい人だよな。ええ、他人にも自分にもとても厳しいから、追い込みすぎて何日も仕事を続けている。私はそれを長期的な解決策だとは思わないわ。過ぎたるはなお及ばざるがごとし。リウエ人なら誰もが知っている道理よ。もちろん私も彼女を説得したけれど、国政の性格はあなたたちも知っているでしょ。
どんなに言葉巧みに話す人でも、国政を前にしたら解き伏せられてしまう。旅人、あなたは国政と悪くない仲だし、見聞も広いから、私の代わりに彼女を。さすが旅人ね。国政を説得することは容易じゃない。あなたの助けがあれば私も安心できるわ。私はこれから軍玉閣に戻って事務処理をしなきゃいけないの。お先に失礼するわね。国政のこと任せたわよ。本当に国政を説得する方法があるのか？行幸ですらうまくいかなかったんだよな。それに誰かを説得するにはその人が感じてることを理解する必要がある。国政はずっと忙しくしてて休む暇もないから。そんな浅い理解じゃうまくいかないだろう。もう一回考えてみようぜ。もっと重要で深いところにある思いってなんだろう。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ？え、勝利に？おお、確かに頼りになるな。聞いてみよう。今は往生堂の活計をやってるから、往生堂に行って勝利を探してみようぜ。お二方、何かご用でしょうか？勝利先生なら同志と一緒に外出中でございます。二人とも出かけたのか？まさか仕事に。同志は散歩をしに行くと言っておりました。お二方をお探しでしたら三番酔いに行ってみてはいかがでしょうか？同志はよくその近くで宣伝をしているそうです。あんなタレを焼き魚につけて食べるなんて方法よく思いつくよね。それにあのタレ味も最高だったよ。えへへ、あたし特製のタレだからね、味は保証するよ。絶雲の唐辛子をさっと炒め、ニンニクとネギを入れて混ぜる。それに塩、酢、醤油を加え、最後に熱い油で香りを引き立たせたタレ。一見雑な手法の裏には、味や調味料の比率を正確に理解している料理人の姿がある。どの家庭においても量は適切でなくてはならない。それすなわち匠の技。そうそう。どう、ジャンリン、お褒めの言葉をもらえて嬉しい？えへへ、すごく照れるよ。ありがとう勝利さん。私も口がうまい方だと思ってたけど、あなたと比べるとまだまだみたいだね。同種が俺に礼を尽くす必要はない。同種の弁舌はリーウェ校全体が知っていることだ。コーパーも何か注文する？遠慮しないで、この同種の私がおごるから。まあシャンリーにつけておくけど。ま
また美味しいもんの話でもしてるのか。あ、旅人とパイモンちゃんじゃない。ここに来るなんて、今日はどういう風の吹き回し。待って、まだ言わないで。この同種が直々に当ててみせるわ。ズバリ怪盗祭に来たんでしょ。別に考えなくても見ればわかるんじゃないか。まあまあ、お互い知った仲なんだし、ちょっと遊び心を入れた方が面白いでしょ。いい時に来たね。ちょうどみんなに新しい料理を試食してもらってたんだ。三杯酔いの天使からは高評価をもらって、勝利さんとフータンにも満足してもらえたんだけど、もっといろんな人に試してもらわないといけない気がするの。どう？あなたたちも食べてみない？食べる食べる。え、食べないのか。わかった、先にやることを済ませよう。久しいな、旅は順調か。いいことだ。それでそれで、うちの家系に何の用なのかな。先に言っておくけど、私たちも今日大事な用事があるの。試食はついでだよ。用事って往生堂の仕事じゃないよな。お祭りなのにそんな。別に祭りの時でも生老病死は避けられないでしょ。何もそんな怖がらなくても。ま、驚かせるのはここまでにして、本当は天気がいいから街に出て仕事の宣伝をしようと思ってたんだ。あなたたちは雑談でもしてて、私はシャンリンと一緒に天使のところへお茶を飲みに行くから、勝利さん、話が終わったら私に言ってね。ああ、ゆっくりしてくるといい。では旅人、何があった。幽変は正義感が強く、知的で勤勉、そして才能あふれるものだ。だが何事にも限度というものがある。そうそう、勝利っていつも理にかなったことを言うだろ。きっとお前の話なら聞き入れてくれるはずだ。俺がガンウォーテイ君なら彼女をいくらか説得できたと思うが、今の俺は一介の滑稽に過ぎない。自分の身分を考慮する必要がある。それに幽変と俺は親しい間柄というわけではない。急に説得を試みても不快を招くだけだろう。おい、じゃあどうするんだよ。直接ではなく、切り口を変えてみるのはどうだ。彼女の心を動かすことのできる物語があれば、お前の伝えたい通りも伝わるだろう。日常生活などの些細なことでも共感を得ることはできる。親しい者の事柄であればより効果的だろう。どういう意味なんだ。旅人はやはり鋭いな。物語の素材を探してくるといい。お前が必要だというなら俺からも意見を述べよう。考えがまとまったら、その物語をお前の口から幽変に伝えてみるといい。幽変はお前と友好な関係にある。人選で言えばお前が最適だろう。あ、分かったぞ。つまり国政のことを知ってる人に事情を聞けばいいんだな。じゃあ誰からにする。ここにいたのね。勝利さんもいらしてたのね。この前の操船儀式は勝利さんのおかげで助かったわ。些細なことを手伝ったまでだ。礼を言うほどのことではない。どうしたの？目が泳いでるみたいだけど、もしかして急に来たから君と勝利さんの話を邪魔しちゃったかしら。だとしたら悪いことをしたわね。国政はどうして急にオイラたちを探しに来たんだ。私がここに来たのは、仙人の方々を紹介してほしいからなの。
もうすぐ夏節を迎えるから、リーウェ七世を代表して、仙人へ贈り物を届けようと思って。前に仙人たちと一緒に戦った時に、国政も会ってるはずだろ？もう知り合いなんだから、直接絶雲の間に行けばいいと思うけど。会ったのは、あの一度きりよ。私のことを覚えていないかもしれないわ。それに、突然訪問したら、快く思われない可能性だってある。だから、君たちに紹介してもらうのが、最も礼儀正しい方法だと思ったの。直接贈り物を届けるだなんて、七星って大変なんだな。じゃあ、お願いね。私は戻って、贈り物の用意をしてくるから。おめでたい日なのに、私の用事に付き合わせてしまって、本当に悪いわね。花火に遅れないためにも、手早く済ませましょう。え？一緒に？いいわよ。用事を済ませたら、一緒に行きましょう。勝利さんも、今年の花火大会は、とてもいい出来栄えだから、見逃さないで。ああ。ぜひ見物させてもらおう。知らせてくれて感謝する。それじゃあ、私は先に行くわね。旅人、準備が終わったら、軍玉閣に来てちょうだい。あら。行っちゃったな。ユーヘンはいつも物事を迅速に済ませる。実に頼りになるな。勝利も頼りになるぞ。そうだよな。そう言ってもらえて光栄だ。先ほど言ったことは二人とも心に銘じておいてくれ。十分な素材を見つけた後、またここで相談を受けよう。
次はどこ。リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。足りないものが多いわね。以前と比べてこの軍玉閣にはまだ多くのものが足りていないの。私の所蔵する数々の書籍、家具、装飾品、すべてかつての軍玉閣とともに海の中へ落ちていったわ。それらのほとんどはあの災害時に破損してしまったの。壊れていないわずかなものも海面上に散らばっていて、回収が極めて困難。水上での作業が得意な人にしか任せられない仕事ね。ただ北斗がそれらを回収できるかどうかはわからないけど。え、北斗にそれらを回収させに行ったのか。させるというのは正しくないわね。私たちの間にあるのは常に公平な交渉よ。お金以外に他の報酬もあるわ。こういうことは複雑なのよ。とにかく北斗は今古雲閣一帯にいるわ。もし興味があるのならそこへ行ってみて。もしかしたら彼女の助けとなれるかもしれないわね。北斗は今古雲閣の近くで私のために散乱した軍玉閣の収蔵品を回収しているわ。興味があるのなら行ってみて。海に落ちて粉々になった軍玉閣だ。その中に収蔵されてたものもどうせ全部壊れてるに違いないってのに、それを回収するだと。おお、旅人じゃないか。どうしてあんたたちが。おお、そうか、ちょうどいい時に来たな。今船員を総動員してるんだが、それでも人手が足りてないんだよ。ほら、深淵にまで手伝ってもらってるくらいだ。なんで深淵が船にいるんだ。あ、もしかしてライブでもあるのか。そうだぜ。つっても正式なライブじゃねえんだけどな。北斗さんが宴会をやるって言うから、あたいが何曲か歌いに来たんだ。でも始まる前に突然行幸の秘書を名乗る人がやってきて、北斗さんを連れて行っちまってさ。百分か百行って言ったっけか。あんま覚えてないんだが、とにかく行幸の気まぐれで海の上にある収蔵品を回収してやることになった。もちろん多額の労働費用を支払ってもらう代わりにな。
報酬には文句のつけようがなかったからこの仕事を引き受けたのさ。回収には必ず小さな船を使う必要がある。だが船体で動かせる小舟はもう全部出しちまっててな、今は使える船が一隻も余ってないんだ。あんたが船を？ならちょうどよかった。あんたの船に乗るとしよう。人手は多ければ多いほど効率も上がる。宴会を開いてこの祭日を祝うためにもさっさと終わらせようぜ。これがあんたの船か？なんというか小さくて精巧で悪くない。うん、海面上のものを回収するのにぴったしだな。ただちょっと狭いから琴をちゃんと持てないぜ。信玄、あんたのこと私に当たってるんだが。おっと待った、あそこにいるのって強盗団？海の上で何してるんだ？まさかあいつらも回収を？旅人、もっと近づいて確かめてみよう。こいつはどうだ？相手を間違えた。あれ？強盗団のやつら岸に上がったぞ。多分仲間と合流しに行ったんだろう。旅人、船の速度を上げてくれ。奴らに追いつくぞ。仕上がる。北斗の姉子のことも知らねえのか。北斗の姉子、お久しぶりです。相変わらず鮮やかな身のこなしで。カルメン、久しぶりだな。また少し太ったんじゃないか？そのままだと茂みに体を隠せなくなるぜ。姉子の冗談は面白いですね。本題に入ろう。これらのものは私が回収する。持ってるものを全部置け。悪いようにはしない。はい、北斗の姉子の言う通りに。お前ら持ってるものを全部置け。では全てここに置いておきますので、私たちはこれで。すんなりと協力してくれたな。逃げるのも早かったな。うん、あいつらに構ってる暇はない。早く海に出て回収の続きをしよう。そうだ、あいつらが置いてったものを船に運ばないとな。旅人、ちょっと手伝ってくれ。
海に何か浮かんでるぞ。よく見えないな。とりあえず回収しよう。さあ、私が舵を取る。旅人、深淵、あんたたちはあそこにあるものを回収してくれ。あっちを見ろ、砲塔団のイカダだ。でも、なんで誰もいないんだ。カルメンがあいつらを撤退させたんだろう。物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。早く回収しろ。散らばってる小物は諦めて、金になるものだけ持ってくぞ。それと人を手配して船を組み立てろ。そこまでだ。持ってるものを下ろせ。北斗の姉子、どうしてここに。トンズラ、ここで何してるんだ。いや、その運よく大当たりを引いたもんで、会場から回収してるんですよ。北斗の姉子、お好きなものをどうぞ。これは私どもの敬意の証です。受け取ってください。そうか、じゃあ全部もらおう。それはいくらなんでも筋ってもんが。ここまで頑張って集めたのに何もないっていうのはどうなんでしょう。それはあんたたちが触っていいもんじゃない。もう一度言う。物を下ろしてここから去れ。そんな。北斗の姉子、どうか恩情を。どうやら時間稼ぎをしてるようだな。だったらこれ以上の無駄話はなしだ。来いよ、とことんやり合おうじゃないか。相手を間違えた。誰だ。はっ！あいつら逃げるの早かったな。まあいい、物もほとんど持って行ってないみたいだしな。だがここにあるものはかなりの数だ。あんたの船に全部は積めないだろう。そうだな、船にあるものを下ろしてここに置くことにしよう。回収の段取りでは海竜たちの船がここを通るはずだ。その時あいつらに持ち帰らせればいい。旅人、あんたは先に軍玉閣に戻って両校に伝言を届けてきてくれ。内容はそうだな、物はもうほとんど回収したから報酬を準備して待ってろってな。お、じゃあ頼んだぜ。カルメンとトンズラも来てるってことは、まさかあの砲塔団の姉貴も来てるのか。海竜たちに警戒を高めるよう言わないとな。砲塔団にもいろんな性格の奴らがいるんだな。海竜のやつ、なんでまだ来ないんだ。まさかあいつらも砲塔団に遭遇したのか。お帰りなさい。どう、北斗の方は順調かしら。
砲塔団も関わっていたとは。確かに厄介だったようね。今回は追い返せたようだけど、それは一時的なものにしか過ぎないわ。彼らはそれ式のことで諦めるような連中じゃない。でもこの件は北斗に任せましょう。彼女はああいう人たちの扱いが上手だからね。彼女の報酬もきちんと用意しておくわ。事の顛末を知らせに来てくれてありがとう。あなたたちにも報酬を用意したから受け取ってちょうだい。それじゃ、私は他の用事があるからこれで。祭り楽しんでいってね。また怪盗祭の時期が訪れたわね。旅人、リーウェコーが恋しくなることはあるかしら。そうなの、そう言ってくれて嬉しいわ。長い年月が経った今、怪盗祭も昔とはかなり違ったものになったわ。今年の設営準備にはとても手間がかかっているの。皆がどう思おうと、私はこの景色にとても満足している。この景色があなたの旅を照らすことを祈っているわ。疲れた時にはリーウェに戻ってきなさい。いざ。いざ。はっ。相手を間違えたな。いや、さーて。いざ。
運よ盤石。兵器新速。揺らぐことなし。せはこの瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。よし、はい、おとなしく仕上がる。
新しい実験体重しびれるぞ。しびれるぞ。旅人、来てくれたのね。さっき手作りのお菓子を用意したの。もう準備は終わっているわ。そうだ、宝儀の作った花火の筒もいくつかあるから、渡したら仙人たちに喜んでもらえるかも。まだ他に何か必要なものはあるかしら。ええ、では絶雲の間に行く前にピンバーヤの元へ挨拶をしに行きましょう。いざ。せっかくの祭りなんじゃし、走り回ってないで落ち着いたらどうだい。バーヤ、顧客が多いのは私にとって実に喜ばしいことなんだ。もう怪盗祭だというのに、一体誰が訪ねに来るって言うんだい。まったくこの子は。それを言ったらおしまいだ。ピンバーヤ、ご無沙汰しております。近頃はどのようにお過ごしでしょうか。あなたたちだったかい。怪盗祭で子供たちに会えて本当に嬉しいよ。旅人、久しぶりだな。それに
国政殿も一緒か。もうすぐ仮説を迎えるので、私たち七星からお二方にささやかな贈り物をと考えたんです。年越し用品や良質な絹を二巻、それからピンバーヤには希少な花の種を用意しました。軽くて運びやすいものについては全て持ってきましたが、絹はまだ届いていません。先ほど布屋で品を手に入れたので、後ほど運送を手配します。些細なものではございますが、お二方に気に入ってもらえたら幸いです。おお、とてもいいものだな。気遣い感謝する、七星。それは嬉しいね。国政が選んだ花の種ならきっといいものに違いないじゃろ。ありがとう。気に入っていただけて何よりです。それでは私たちは他の仙人方にも会ってまいりますので失礼します。龍雲たちのことかい。彼らなら絶雲の間にいるじゃろ。聞いた話によると、町中にある装飾はどれも国政の手作りなんだってね。城内をこんなにも綺麗にしたのに、自分は山奥へ行って町に行けないなんて、なんとも残念なことじゃ。縁妃は町が大好きで、何かとすぐ町へ行くんじゃが。まあや、私は何も暇つぶしに行っているわけじゃない。顧客たちのために調査をしてるんだ。ほう、だったら四股魚焼きの屋台にあんなに長くいたのも調査のためだったのかい。あれは彼らのために物価を計算していたんだ。物価の計算は面倒だぞ。様々な条約を調べておく必要がある。ああ、この業界では一般的に休日なんてないんだ。顧客から頼まれれば行かなければならない。それって疲れるだろう。休む時間もないなんて、それでどうやって生活していくんだよ。明確に規定された休日はないが、時間は全て自分で調整できる。だから暇を見つけて休むことができるのさ。そうしないと疲れた顔で客に会うことになり、第一印象が悪くなって仕事どころじゃなくなる。それにこういった言葉もある。なんだっけ。休息はより良い仕事のために。そうだろ。工事の監督で何度か言ったけど、それが終わってからは一度も。仕事が終わってからちゃんと回ってみようと思ってたけど、やるべきことがどんどん増えて、街でくつろぐなんて考え頭から消えてしまっていたわ。ええ、いいわよ。せっかくの機会だから君をいろいろな場所に連れて行かなくちゃね。でも今行くべき場所は絶雲の間よ。それじゃあ二人とも先に失礼するわね。まずはどの仙人の方に会いに行ったらいいかしら。奥蔵さんに行って龍雲釈風神君を訪ねるか。いつも洞府にいるからすぐ見つかるはずだ。龍雲釈風神君、わかったわ。王城堂のやつ。国政殿は本当にマメだな。私も見習った方がいいだろうか。どんなに忙しくても休みは取るよう気をつけるんじゃぞ。体を壊してしまっては元も子もない。
祭りが近いというのに、なぜわらわのところへ。総務士は今頃忙しいはずであろう。いえ、怪盗祭が近いからこそ休みを取ってシン君に会いに来たんですよ。ただ昨月畜養シン君と利水定山シン君の姿が見えないようですが。あやつらはん？旅人じゃないか。それに幽変も珍しい客だ。みんな元気にしてたか？シン君、ご無沙汰しております。カウンもここにいたのね。まさか国生さんがいらっしゃるなんて。幽変、どうしてここに。ふむ、そうかしこまるが、わらわに会いに来たのは何か用でもあるのか。もうすぐ仮説を迎えるので七星を代表して挨拶に参りました。ささやかなものでお恥ずかしいのですが、どうぞお受け取りください。リーユへの七星は多忙を極める。そんな中、自らわらわのいる洞府に来るとは、ご苦労であった。ん？面白そうな丸い筒だな。もしかして。これは、総務士が改良した新しい花火です。シン君はからくり装置がお好きと伺い、一つ持ってきました。どうぞ、お楽しみください。竜宮釈風神君、この仙人は人間に反感は持っていないものの、リーユ人が統治することに対しては疑問を抱いている。人間があまりにも若いからなのでしょうね。大丈夫、時間が解決してくれるわ。その日が来るまでなるべくいい印象を残さないと今日の私は頑張って準備してきたんだもの。竜宮釈風神君はからくりが好き。きっとこの贈り物を喜んでもらえるわ。カンオから聞いた話だと、竜宮釈風神君は食事にとてもうるさいらしいから、下手に不快感を与えないようあえてお菓子は持ってこなかった。これだけ考えて準備したんだし、おそらく問題ないはず。ふむ、おほう、うん、なるほど、面白い。精巧さの中に工夫が込められておる。見た目も悪くない。この表情、竜雲神君はこの贈り物を気に入ったようですね。よかろう。この装置はわらわが遠慮なく受け取るとしよう。そういえば、先ほどカウンが昨月畜養神君と利水定山神君に会いたがっていたな。ただ残念ながら時期が合わなかったようだ。お、いないのか。オイラたちもその仙人たちを訪ねに来たんだけど。あの二人の老いぼれは昨月畜養神君はいつもリーユエコーのことを気にかけておる。しかし当時皆でリーユエを七星に任せると決めたのだ。好き勝手に町で人の仕事を監督するなど不適切であろ。わらわも説得した。もし本当に気になるのなら人間の姿となって城内へ見に行けばいいとな。しかしあの頑固親父、どうしても割り切れぬそうだ。その後、あやつは辺りを散策するといい外へ出かけ、未だに帰ってきておらぬ。利水定山神君の方はそんなことなかったのだが、山門の守衛のために何か真新しいものがないか探しに行くと言っておった。そういうわけであやつも外出しており、未だに知らせ一つよこさない。いや待てよ、
よもやあの二人、それらを言い訳に遊びに行ったのではないか。ん？こんなに賑やかだとは。その声、神格？神格か？ん？あれ、神格も竜雲釈風神君を訪ねに来たのか？神格、もしかして竜雲神君が以前おっしゃっていた方ですか？皆もいたのか。神格、こやつはカーンだ。聞いたことがあるだろう。こんにちは、カーンと申します。今は玉境内に勤めております。近頃神格さんがリーウェコーへと移り住んだとお聞きしました。何か困ったことがあればいつでも私のところにいらしてください。承知した。感謝する。口にできるものを城内から持ってきた。聞けばリーユエ人は怪盗祭の時食べ物を知り合いに送るらしい。だから我もここまで来た。そんな、私はあえてお菓子を持ってこなかったのに。大丈夫かしら。おお、あの二人の分も用意したのか。ああ。まさか城内に移ってたった数日でそこまで気が利くようになるとはな。菓子を持ってきてくれて感謝するぞ、神格。皆の者、今後ともリーウェコーに残る者として互いに助け合うといい。わかったな。ああ、わかりました。ここは私が想像してた以上に賑やかなところね。コウマ体制を探しておるのか。最近は見かけぬな。そっか、多分絶運の間にはいないだろうな。やっぱりいつものように防御旅館へ行ってショーを探そうぜ。つまりこの祭りの日にわらわだけが絶運の間に残っておったということか。カウンが来ていなかったら今頃仕掛けの術について黙々と研究していただろう。お邪魔してしまい申し訳ございません。急によそよそしくするでない。わらわの邪魔もこれが初めてというわけではなかろうに。お前は小さい頃からわらわが仕掛けを作っていると部屋で走り回るのが好きだった。それにわらわの作ったあれで遊ぶのが好きだったな。なんと言ったか。え、まずい、また始まった。こうなるとカウがひどい目に。ああ、リュウシン君、私まだ用事がありましたのでお先に失礼します。ん？どうしたんだ急に。ユーヘンもここにいるのだし、何か用があるのなら直接伝えればいいではないか。いえ、大事な仕事ですので直接行幸様に会わなければ。そう変わらぬだろう。行幸でなければならないのか。私と行幸は役割が違うんです。カーンは普段仕事をそれぞれ違った責任者に報告しているんですよ。本当に大変ですよね。国政さんが私をかばっている。はい、ですので申し訳ございませんが、その皆さんお先に失礼いたします。
本当に言ってしまったな。あの子と来たらいつもこう慌ただしい。だがまあ理解ができぬわけではない。秘書というのは難しいものだ。リーユエコーの様々な事務はそのほとんどが関羽の手に委ねられておる。それはとても疲れることだ。たとえ千人の肉体であっても注意が必要なほどにな。何があっても体が壊れては意味がない。カーンはとても勤勉で仕事をし始めると寝食も忘れてしまう。普段彼女と会うときはあの子がきちんと食事と睡眠をとっておるか監督してやってくれ。はい、必ずや。私たちも兵祖より関羽の世話になっております。彼女の健康はとても大切なこと。私がしっかりと面倒を見ます。やはり幽閻は頼りになるな。リーユエコーをお前たちに任せたのは確かに賢明な選択であった。千人の皆様方の信頼に応えていくつもりです。それとこれらの歌詞実に悪くない。うん、これはここに置いておくといい。後で神格をわらわに同行させて道府の中へと運ばせよう。昨月蓄養神君と利水定山神君が戻ってきたらわらわからあやつらに渡す。花火の構造は実に巧妙だな。じっくり研究するとしよう。それからついでに神格のリーユエコーでの見聞も聞こうではないか。ああ、面白いことなら数多く経験した。ならば仕掛けをいじりながら雑談にでも興じるとしよう。そうだぞ、こんな時くらい休まないのか。祭りなんだぞ。わらわは山林の奥深くに隠居するものであるぞ。とうの昔に祭りなど気にしておらぬ。心配するでない。わらわの体はわらわ自身が一番よく知っておる。休むのは当然重要なことだ。ずっと研究に没頭して病にでもかかってしまったら仕掛けの成果すら検証できぬからな。検証ってそんなに大事なことなのか。無論だ。種をコツコツと植えるのは収穫の喜びを味わうためであろう。仕掛け作りのために寝食を、そして自らの成果を検証する時間さえも忘れてしまっては自分の作った料理を食べない料理人と同じになってしまうだろう。そんなのは本末転倒、受け入れがたきことだ。それでは皆の者、雑談はここまでにしよう。わらわは先の研究を続けるとする。神格、わらわについてくるといい。料理人が自分の料理を食べない、確かに本末転倒だな。流音釈風神君は仕掛けと料理に対して深い考えを持ってるみたいだ。たまに変なところがあるけど、やっぱり仙人なんだな。それこそ仙人の英知というものよ。それにあの方は周りをとても気にかけている。たとえ隠居した仙人であっても他の人と密接につながっているの。俗世に入らず俗世のものよりも人情がある。そんな仙人は本当に風格があるわね。旅人パイモン、次はボージョル館に向かいましょう。コウマ大戦がそこにいるかもしれないわ。
まずはベルゴレットに鉱魔体制の行方を聞いてみましょう。あれ、待てよ、あそこにいるの。ビャク先生、薬いっぱい取ってきた。はい、支度を終えたら帰れますので、もう少し待っててください。あれ、なんでお前らがいるんだ。ビャク先生が薬を欲しがってた。だからナナが取ってきた。でもビャク先生も来た。今薬草を集めているんですよ。旅人さんとパイモンさん、それに国生さんもごきげんよう。祭りの時期になると不袋にある胃腸薬がすぐに売り切れてしまいます。もうすぐ解凍祭ですので、事前に準備をしておきたいと思いまして。ですので、ここまで足を伸ばし、薬草を多めに採取していました。検品が終わり次第帰る予定です。しかし、まさかこんな場所で幽変の国生さんに会えるとは。公務で少しね。なるほど。もうすぐ祭り当日なのに、まだ忙しく奔走されているのですね。お疲れ様です。ご丁寧にありがとう、白術先生。でもこれも仕事のうちだから。国生、旅人忙しい、ナナたちも忙しい、みんな一緒に頑張る。ええ、ありがとうナナ。お二人ではお三方、これ以上邪魔しないよう私たちは先に失礼するわ。旅人、行きましょう。ベルゴレットのところへ。国生様、どうしてここへ。何か特別な用事でもあるのでしょうか。いえ、ただ鉱魔体制のことについて尋ねに来ただけよ。彼は防除旅館にいるかしら。将様の行動についてはこちらでもあまり把握しておりません。しかしいらっしゃるときはいつも土台においでです。行ってみてはいかがでしょう。白先生、検品終わった。もうすぐです。そうせかさず、もう少しお待ちください。白先生、もうすぐです。時間が悪かったのかしら。またどこかで戦ってるのかも。こうなると贈り物をオーナーに預けてオイラたちの代わりに渡してもらうしか。お前たち何用だ。お久しぶりです。私は国生
リーウェ七世のユーヘンです。ユーヘン国政、オセル討伐の際にあったな。悪くない剣さばきであった。オイラたち、お前に怪盗祭の贈り物を届けに来たんだ。ほら、美味しいもんがいっぱいあるぞ。このような贅沢な品、我に渡す必要はない。無駄にな。妖魔退治は我らが責務。礼などいらぬ。合掌は人には毒だ。たとえ凡人をはるかに超える身体能力を持つお前たちでも、我に気安く近寄らない方がいい。おい待てよ、もう行っちゃうのか。おい、もうすぐ怪盗祭なのにゆっくり休んだりしないのか。騒がしい場所は我の好みではない。それに祭りの期間中は妖魔の侵入に対してより一層警戒を強める必要がある。それゆえ我もいつものように見回りを行っている。お前たちも娯楽に興じるときは用心するがいい。危険にならいい。いなくなった。ショーは相変わらずだな。今年は花火見るのかな。ええ、そうね。これで仙人への訪問も全て終わったわ。下に降りてしばらく休んでから城内へ戻りましょう。どうすれば。あれ、国政様、よかったです。ここにいらしたんですね。宝儀、どうしたの、こんなところで。何かあったの？国政様、それがですね、以前国政様に言われた通り、花火の設置場所の計画を練り直し、その範囲を警察層まで広げました。それで新たに人員も手配し、花火を警察層に設置して当日の作業員もそこに残しました。ですが、その責任者の報告によると、警察層に設置した花火が全部盗まれてしまったようなのです。すぐに仙岩軍に報告しました。追加の花火を作って警察層へと運び、現在は兵士たちに監視してもらっています。しかし怪盗祭はどこも人手が足りません。仙岩軍もあちこち駆け回っており、日頃の見回りすらままならない状況です。ましてや花火を見張る余力もほとんどないようで、花火の材料はもうほとんど残っておらず、また盗まれれば全てが終わってしまいます。ですので警察層へ行って状況を確かめようと思っていたところでして、まさかその道中で国政様にお会いするとは。国政様、何かいい案はございますでしょうか。総務士の取り決めに従って、怪盗祭期間中は城内の見回りを倍に増やし、途切れることがないよう全員での交代制を敷いている。それに加え、日常の事務もこなすのは確かに困難なことだわ。唯一動かせるのはいくつかある特別緊急招待だけね。けどあれらの招待は人数が少なく、一箇所に長くとどまることに向いていない。彼らを使うのであれば短期間で解決できるような問題でないと。じゃあ仙人たちに助けてもらおうぜ。竜音釈放神君とかショーに聞いてみるのはどうだ。きっとすぐに解決してくれるぞ。いいえ、それはあまりにも短絡的だわ。こうしましょう。宝儀、このことは私に任せて。オイラたちも手伝うぞ。二人ともありがとう。この件についてはちょっとした心当たりがあるの。早速その手配をするわね。宝儀はリーウェ港へ戻り、花火の整理をしてから警察層へ。旅人、君は私と警察層に来てちょうだい。村の人に状況を聞いてみましょう。Thank you.
いざ。あんな素晴らしい花火がどうしてなくなってしまったんじゃ。こんにちは、弱心おばあちゃん。花火の盗難の件について少々お聞きしたいのですが。国政様、じきじきにここへいらっしゃるとは。そうかしこまらないでください。状況を説明してもらえませんか。はあ、先日この村へ花火が届くと、村の子供たちは大喜びでそれを囲み、ずっと眺めておった。ただ花火を運んできた者たちはそれを一箇所に置くと、打ち上げ場所を確認するため村を離れてしまっての。確か花火はルージーの家の横、その空き地に置かれたはずじゃ。それから一晩が経ち、気がつくと花火は丸ごと消えておった。担当者は顔を引きつらせながら解決策を考えるため城内へと戻っていったよ。ああ、私たち村にいる者も心配なんじゃ。花火が盗まれたということは、近くに賊がいることを意味する。それに、この村には年寄りと子供しかおらん。今は戦艦軍の警備があるが、それでも皆外に出るのが怖いんじゃ。状況は理解しました。村の人たちに安心するようお伝えください。戦艦軍の見張りがある限り何も問題はありません。旅人、花火が盗まれた場所へ行って調査しましょう。はあ、せっかくのお祭りなのにどうしてこんなことに。盗まれた場所だな。犯人はきっと、警察層は住民が年寄りと子供ばかりで防犯が行き届いていないことに目をつけ、このような露骨な窃盗を行ったんでしょうね。本当に卑劣極まりない、決して許されない行為だわ。まずは近くで手がかりを探して、それから次の行動について考えましょう。いざ。これは足跡、追ってみましょう。足跡がまだ続いているわ。追いましょう。いざ。足跡がまだ続いているわ。追いましょう。お助けを。誤解です。これは全て誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が誤解を招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。本当に誤解なんです。どんなに有望な人でも飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。あそこで何か起きているみたいね。行ってみましょう。あれ、飛雲商会、まさか。もういい、何も言うな。皆の者、こいつをもっときつく縛っておけ。かしこまりました、坊ちゃま。妖魔の仕業かと思ったが、まさかまた砲塔団だったとは。ゆくあき、ちょーん、なんでここにいるんだ。やあみんな、ここで会うなんて奇遇だね。何かあったのかい。
私から先に質問させてちょうだい。これは一体どういう状況？ああ、説明しよう。毎年怪盗祭には飛雲商会がリーウェイ港の周囲にある村に物資を運ぶんだ。家のしきたりで、これらの物資は家の者が直々に運ぶことになっていてね。去年は兄上、今年は僕が担当している。でもなんで趙雲もいるんだ？趙雲は僕の家に客として来ていて、そのついでに同行するよう僕からお願いしたのさ。そうだったのか。じゃあ趙雲がさっき言ってた妖魔の仕業ってなんだ？どうやら二人とも故事を知らないようだね。花火はもともと爆竹を放って妖魔を駆除することから始まったのさ。古の時代、リーユイには妖魔が跋扈していた。夏節を迎えると人々は団らんを楽しむ。すると高まった妖の木が妖魔をおびき寄せ、港周辺にまで妖魔が迫ってきた。リーユイ港は帝君の守護を受けていたため城内へは入れなかったが、その周囲に奴らは陣取って通行人を悩ませていたんだ。それを退散させるため人々は爆竹を作った。城門のそばで点火し、火と巨大な音を利用して妖魔を追い払うことに成功したのさ。怪盗祭の時期になると僕は外に出て、はぐれた妖魔が通行人を襲っていないか見て回ってるんだ。ちょうど貨物を運ぶ必要もあったし、どうせ山奥へ行くのなら砲術に長けた友達を同行させた方がいいだろ。行く秋が古書の中で妖魔に関する伝説を見つけたと言っていた。その古書には妖魔の外見や出没する場所が正確に書いてあったらしい。とにかくこの近くに着くと趙雲が待ち伏せに気づいたんだ。調べてみるとやはり砲塔団のものだったよ。状況が不利だと気づくとそそくさと逃げていったけどね。幸いそのうちの一人を捕らえることに成功した。今ちょうどこの者を総務士まで送り届けようとしていたところさ。だがこの者はまだ誤解だと言い続けている。どんな誤解かについては、私が言ったことは全て本当なんです。飛雲商会はとても有名ですし、仲間たちもあなたの紹介だと知っていたら決して手を出していなかった。それに飛雲商会の会長は貧しい人や困っている人を助け、人情深いことで有名です。だからほら、全部誤解なんですって。信じてください。つまり他に狙っていたものがあったと。それは何？いやその、とにかく信じてください。決してこの貨物を狙っていたわけではありません。行く秋坊ちゃま、この賊を総務士まで連れていくために使用人を何人か借りられないかしら。報酬は総務士が後で補うわ。正義の執行は僕の責務だ。お金を受け取る道理なんてない。皆の者、この賊を総務士まで連れて行け。かしこまりました。我々にお任せください。さあこの者を連れて行くぞ。縄をきつく縛り、指もそれぞれ縛るんだ。姑息な手を使う機会を与えてはならない。待って、使用人の方々、総務士まで伝言を届けてくれないかしら。この賊は警察層の窃盗事件と関係があるかもしれないの。総務士に厳重な取り調べをするよう伝えてちょうだい。なるほど、幽閉の指示は皆頭に入れたね。安心してください、坊ちゃま、全て承知いたしました。では我々は先に失礼します。かねてより行く秋坊ちゃまの人助けについては聞いていたわ。ありがとう。今日のことを感謝するわ。大したことではない、どうか気にしないでくれ。みんな、一つ思ったことがあるんだが、もしかしたらこの場所に配置された砲塔団は一体だけではないかもしれない。一体だけではない。おや、趙雲、君も気づいていたのか。先ほどあたりを調べたとき、
遠くに足跡がいくつか散らばっていた。道の中央にあったものとは形が違う。もしかすると他のメンバーが待ち伏せをしているのかもしれない。それに先ほどあの者らを捕まえた時、相手はほとんど武器を持っておらず、人数も少数だった。もし本当に飛雲商会から強奪を試みようとしていたというなら、それはあまりにも恐れ知らずだ。僕が思うに、あの者らは強奪を試みていたのではなく、他の者との合流を待っていたのではないだろうか。どうやら窃盗の共犯者のようね。ここで待ち伏せをしていたのも盗品の運搬を手伝うためだったのかも。それでその盗品とは一体何だい？年寄りや子供に手を出すとは卑劣な。人手の件はどうか心配しないでくれ。チョン、人を連れて警察層の応援に行こう。ああ、僕たちに任せてくれ。賊など僕たちの相手ではない。二人とも手を貸してくれて感謝するわ。これで警察層の問題も一つ解決かしら。ただ惜しいのは、追ってきた足跡がここで途切れていて、どこに向かったかわからないことね。あと少しで砲塔団を一網打尽にできたのに。北西。ええ、では警察層のことは二人に任せるわ。ああ、ご心配なく。彼らに会えてよかったわ。行く秋の人助けはかっこいいよな。でも花火を盗んだ真犯人は未だ捕まえられていない。私は周りを見てくるわ。旅人、君は警察層に戻って休んでて。ここまでずっと君に頼りっぱなしだったし、後のことは私が自分で何とかするから。北西、一人で手がかりを探しに行く気か？そんなの危ないぞ。あ、そうだ、北西ってビーユエ七世だろ。部下とか連れて行けばいいんじゃないか。一人で調査するより安全だと思うぞ。その言い分も理解はできるけれど、今は人手が本当に足りないの。それにこういうことは私一人でも対応できる。警察層に運んだ花火は決して小さいものじゃないわ。だからまだ遠くまで運べていないはずよ。私の考えでは、もし賊たちの頭が回るのなら、人目のつかない場所に盗品を隠して後日また取りに戻るでしょうね。私がすべきことは、彼らが花火を隠した場所を見つけ人を手配すること。それに私は無謀な人間じゃないわ。やぶをつついて蛇を出すようなことはしない。私の性格は君たちも知っているでしょ。そこまで言われたら何も言い返せないな。さあ旅人、パイモン、君たちは休んでおきなさい。私も一段落したら警察層まで君たちを探しに行くから。
いざ。
旅はいつか終わりを迎える。俺の出番を開く。間違えた。いざ。俺の出番だな。待ってろよ。
Yeah.